演習問題をやりましょう1番、カッコ1番はよく見れば、等差数列を定義する全化式にすぎませんね。2番は、a の n という右辺をにあるものを左辺に移行すれば、数列 n の回差数列が分かっているという、そういうタイプ、わかる、そういうタイプの全化式になります。まあ、1番の拡張ということになりますね。3番は、a の n プラス1を、 a 3an ののの n で表す式マイナス2分の3 AN プラス2 2分分3プラこういう形にしてみればその基本形というふうにえええ分かるはずです少し難しい数列として全化式として2番がありますね7行目のように a の n プラス1イコール3マイナス an 分の an ラグ複雑な式でありますしかしこの式において8行目の1カッ1番にあるヒント bn イコール a n 分の1逆数を取る。そういう、数列についての全化式。これを作ると、実は一瞬にして分かるっていうことです。どういうことか。実は7行目の式の全化式において、両辺の逆,逆数を取りますと、左辺は a n プラス1分の1。右辺は、マイナス1プラス a n 分の3あるいは a n 分の3マイナス1。こう言ってもいいですね。 でから aN 分の1を bn と置けば数列 bn については最も典型的な全化式になっているというふうに分かるわけです3番これはすごく複雑な式ですね11行目の式 a の n プラス1以降6倍の an マイナス3の n プラス1乗この3の n プラス1乗というところがただの定数であれば基本形であるわけですでここに n に関係する値 が入ってくる。これが11行目の全化式の難しさでありますが、この全化式において12行目にあるように、こういう問題が出るときには、ほとんどこのヒントが与えられるというのが普通です。3の n 乗分の a n を bn と置けというわけですね。そして bn についての全化式を導く。実は11行目のような全化式を見たら、両辺を3の n プラス1乗で割るということによって、この全化式を解くことができる。 こういう一般論を展開することできるんですが、そんなことを知らなくてもいい。ヒントに従って解ければ十分です。で、えー、BN イコール3の N 乗分の AN ということを言い換えれば、最初の12行目の、最初の冒頭ですよ。AN イコールって形に直してあるんですよ AN は3の N 乗をかける b n となるわけですよね。そういうふうにして書き直すと、11行目の全化式 A の N プラス1は、 3の n プラス1乗かける bn プラス1。こうなりますね。で、右辺は6かける3の n 乗 bn となるわけです。で、マイナス3の n プラス1乗。で、両辺を3の n プラス1乗で割ってやる。で、それらです。bn についての全化式を作ると、それは最も基本的な全化式になるということがわかります。4番。連続二整数の積について、 その N 個の連続二整数の積の総和というのは連続三整数の積の三分の一という形で表されるという有名な定理で。これについても私たちはこれを直接証明するということもすでにやっているわけです。でしかし数学的機能法を使ってこれを証明するということもできる。まあ、数学的機能法は そのままでは発見の武器ではないのですが、何らかの仕方で15行目の式が発見できているとすると、その発見が正しいということを厳密に証明する。そういう強力な武器であるわけですね。N が1の場合はどうであるか。 n イコール k のとき成り立つとすると n イコール k プラス1のときも成り立つ。で、それを導くために、だ、第一段階は簡単ですが、第二段階、n イコール k のとき成り立つとすると n イコール k プラス1のとき成り立つ。これを証明するために n イコール k のときの式と n イコール k プラス1のときの式、両方を頭の中に入れておいて、で、n イコール k のときの式から n イコール k プラス1のときの式を絞り出す。 そういうふうに考えるのでしたね。5番。n が自然数のとき、n の3乗プラス 2n は3の倍数であるで。こういう数論的な性質を証明するのに、数学的機能法は大変に強力な武器になります。n が1のとき、2の3乗足す 2n は3でありますから、確かに3の倍数ですね。n が k のとき、k の3乗プラス 2k が3の倍数である。 そのことを仮定して、n が k プラス1のとき、つまり、カッコ k プラス1カッコ閉じるの3乗、プラス2倍のカッコ k プラス1カッコ閉じる。それが3の倍数になる。ということを証明すればいい。というわけです。で、これをヒントにいい取り組んでください。5番の問題は、あ入試いい対策という点でも大事でありますね。6番は、数学的機能法を利用して不等式を証明するという問題ですが、出発点が n が4、 でありりりりますすから N N N ががが4ののの成成成立立立つつつそして n が K と n K ととる1の時成り立つこういうふうに話を組み立てますから、n イコール k の時と n イコール k プラス1の時、見比べて、えー、うまい不等式をでっちあげる。こういうふうにするわけです。4行目のような等式に比べると、不等式の証明は若干難しい。というわけですね。さらに数学的な方法は7番のような問題にも使えます。7番の問題、すごく複雑な全化式であります。 でこの全化式を解きなさいと言われても普通は困ります。しかし、A1 が1ということから順番に A2、A3、A4、A5 というのを求めていく。で、そういうふうにすると、そのことから AN を推定するということができます。そして、その推定が正しいということを数学的機能法を使えば厳密に証明できるというわけですね。で、ここまで皆さんがマスターしますと、数学的機能法については、基本的なことは全てマスターしたと。 ということになります。いわば、初段の免状が与えられるということになりますね。皆さんがさらに勉強を続けていって、数学的機能法について免許改伝、あるいは市販、そういう境地にいつの日か足してくださることを念願しています。